皆さんこんにちは。今日は久々にルールを変えてバトルスポットダブルス、まあ、フォーマットバトルスポットダブルスっていうのは VGC2015 準拠と、まあ、ほぼ一緒のことなので、このルールで対戦をやっていきます。 VGC2015 は、まあ、いわゆる全国ダブルと言われるパーティー、ルールで、2016ルールと違って近伝ポケモン、まあ、ルリア・ホウオウとかグラードン・カイオウガ・レックーザとかが使えない通常の全国ダブルですね。まあ、使用できるポケモンは基本的には種族値が600族順伝までって感じですね。まあ、一部ケッキングみたいなポケモンとか600種族値600を超えてるポケモンいますけど、まあ、基本的には条件種族値が600までのポケモンで構成されるダブルバトルですね。パーティーこんな感じで詳細見ていきましょう。クレセリア、まあ、ずっと僕の動画見てる方分かると思うんですけど、2016ルールだろうが2015ルールだろうが、新王クラシック新王ダービーだろうが、いつもクレセリア入ってますね。まあ、いつもパーティーに入れてるポケモン、一番好きなポケモンでダブルバトルで、まあ、嫁ポケと言っていいんじゃないかな。型は、5つ目クレセリアで、最高金質凍える風デンジャー、好きな光、まあ、瞑想クレセリアとかも好きなんですけど、今回はこの型でいきます。スーパー操作の技がデンジャーと凍える風の2種類ですね。で、半回復技の月の光を入れて、まあ、耐久力をさらに上げてる感じでしょうか。まあ、毒には弱いんですけども、ヒートラン持ち物は、このルールだと大雑把に食べ残しと主化の実、弱点である地面タイプの技のダメージを半減する主化の実の2種類に分かれると思うんですが、僕は今回は食べ残しを使っています。熱風、大地の力、身代わり、守る。技構成は熱風と大地の力、まあ、みんな採用する技で、分かれるのが、例えば炎タイプの技をもう1個入れる、大文字とか火炎放射、ワイルドガード警戒してシングル単体対象の炎技を入れるの2つだし、目覚めるパワー氷、ヒデンパワーアイスとか入れて、相手のボーマンダ、メガボーマンダとか、まあ、ガブリアスとかに対して、あとレイジュランドですか、それに対して目覚めるパワー氷で攻撃するヒドラもまあたまにいますね。サンダー、まあ、光の粉は僕がすごい好きなアイテムってことはまあ皆さんご存知でしょう。まあ、今更言うまでもありませんね。回避率を上げるのが神です。まあ、2016ルールで村家道具を使ってた方だったら、回避率上昇がいかに極悪非道であるか分かると思います。技構成いつものやつ、10万ボルト電池は毒毒、羽休め、VGC2015、まあ、2015年公式ルールだと厳密にはこの静電気サンダーは確か使えなかったはずなんですが、今のバトルスポットダブル全国ダブルルールだ と、日本のポケモンパンのキャンペーンで配信されたと、あの夢特性、隠れ特性の静電気サンダーが解禁されています。レイジューランドロス、地震、岩なだれ、バカジから、まあ、トンボ帰り、まあ、大爆発、エクスプロージョンとかも、まあ、人によっては選択肢に入るところでしょうか。あと畑ロスだね、ノックオフ、ガルーラ、肝っ玉にしましたね、特性、まあ、猫の打ち合いしないから精神力ではありません。猫魂、ステミタックル、グローパンチ、不意打ち、まあ、グローパンチ枠は桁繰りの方がいい気もしますし、まあ、このパーティーだとなんだ、トリキスのこのエビトまでモロバルの怒りの粉がないから、特にガルーラは守る術がないから、特性威嚇とか以外ではグローパンチ積むのはまあアホな考えにも見えるんですけど、まあロマン砲みたいな感じですね。ポリゴン2とかめんどくさいポケモンがいた時だけ使う感じ。そもそもガルーラがグローパンチというか格闘技を使うのは、あの相手 の、 あのノーマルタイプ、ガルーラメガガルーラ同士の対面かヒードラの対面だと思うんですけど、大抵その場合相手の横にはモロバレルがいると思うんで、一旦自分の横のポケモンにグローパンチ打ってからモロバレルをセミタクで吹っ飛ばすとかもまあ一つのオプションとして使えるかなと思ってます。ミンフィア、まあ、シンプルにこだわりメガネも出してハイパーボイス、ムーンフォース、寝言でよかったっけ、日本語名スリープトークですね。対戦やっていきましょう。まあ、このルール言えば去年の公式ルールだからちゃんとマッチングするか不安があるんですが、ちゃんと対戦相手とマッチするんだろうか。チーム名は VGC2015、月の雫って仮につけてます。クレセリア、ヒードラン、サンダー、レイジューランドス、ガルーラ、ニンフィア。まあ、2015年ルールで世界一となったチョークってパーティーに、まあ、雰囲気似てますけど、まあ、微妙に違う感じですね。チョークってパーティーは、ビエラさんが世界大会優勝者に使ったパーティーでの、シャンデラ、エテボース、なんだっけこれ、鋼タイプ、鋼岩のやつ、マルマイン、ジーランス、ピージョットですね、メガワークピージョットなんかな、これ、レイジューランドロス、
シャンデロンめんどくせえな。レイジーランドとスタンダーヒードワンガルダ。シェルディスタンダーのいいところは特性プレッシャーが自分で発動しないから、こういうランダルとスタンダーの並びを作った時に翼順がバレないことがいいんですよね、僕にとっては。どうしようかな、自信打てるけど、そんなの自信打っていいのか、これ打っていいだろ、自信。ジーランして素早さ遅いよね、さすがに10万ボルトジーラン走行。何だったんだ、マルマインが雨乞いしてたのか。で一旦で2体倒しちゃったんだけど、何これ、手動雨フィードランチェンジして10万ボルトピジョットに。メガピジョットってさ、暴風とか使ってくるやつだっけ、だよな。絶対メガ枠ピジョットしかないもんね。ミニのポケモン、鋼タイプっていう、鋼岩タイプのこのポケモンの名前なんだっけ、英語名はバストロイド。メガピジョット、熱風ってきたんだけど、雨状態で熱風って何このアンチシナジー感。10万ボルト一発で死んだぞピジョット。メタルバースト、ヒードラの身代わりでサンダー10万ボルト。これなんだっけ、トリレプスか、そうトリレプスだよね確か日本語の。アイアンビーケンってなんだっけ、鉄壁か。第一の力と羽休め。鉄壁打ってもさ、僕の攻撃特殊技だから関係ないんだよな。第一の力で死亡して勝ちだ。はい、対戦ありがとうございました。もう一戦やれそうなんで、もう一戦だけやろうかな。メガマラマスターさん。メガマラってなんだ、トリフィス、サザンドラ、ガルーダ、なんだっけこれ、名前が忘れた。シザリーダじゃないよな。ナッシーハサム。レイジーランドロス、サンダー、ヒートラン、ガルダ。サザンドラ、ガルダ選出。相手威嚇いないよな。サザンドラが目覚めるパワー効率がなければ、バカ力で落とせるが。バカ力はサザンダに、サンダーは電磁波があるだろ。猫がどっちに来るか問題もあるけど、あーセレンティが、あーまあいいかいいか、サンダーひるむからいいか、これ流星群耐えて直帰で、でバカ力サザンダに打ち込む。 OK 落とした。サンダーは猫魂でひるむ。トリエキス、ランドロスもいいからヒードランチェンジして、10万ボルト突入かな。まあグラパン積んでくる可能性あるけど、まあ減らしてるから素晴らしい、遅いからいいや。え、邪魔ないんだ、何その光の粉もらわれたんだけど。熱風でサンダーはゴダリスカフもらっちゃったの、10万ボルト突入必須に。フィーチューってなのかな、相手の光の箱の発動せずに10万ボルトとした。熱風で 50% ダメージ。熱風サンダー10万ボルト、相手のザリガニに。熱風で落とす。ザリガニ直近じゃなかったのか、もちろん。で大地の力で勝ちですね。サンダー10万受けない、ん間違えた。ヒードの第一の力でサンダーがランドチェンジ。不意打ち警戒、一応ね。で、ガルーダとして勝ちですね。対戦ありがとうございました。はい。というわけで、久々の VGC2015 の対戦だったんですが、まあ、シェレンジサンダーが2試合目は活躍したんですけど、猫魂に対して。ガルーダの特性を役割で2回攻撃接触物理を取ってきたから、サンダーの静電気の発動確率が上がりますよね。麻痺の確か静電気って接触と1回につき 30% で麻痺らせるんじゃなかったかな、確かね。うん。まあ、全国ダブルね、まあ、VGC2015 去年の、公式ルールではあるんですが、
今年もあの日本のオフ会とかでちょいちょいまだ、まあ、2016ルールがあんまり人気ないからってのもあるんですけど、2015ルール確か今年のバトルロードグロリアっていう非公式全国大会も行われそうな勢いなんで、それに向けて VGC2015 も練習していきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回以降パーティーをより強くできるように、立ち回りよりよくできるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。サンキュウォッチングマイビデオ、 See you next time。 バイバイ、また次回よろしくお願いします。